車好きのパラダイス、ザモーターウィークリー、藤本恵美里です。今日も30分間車話で盛り上がっていきましょう。さあ3月に入りましたけれどもね、こう春の匂いを感じつつ、まあ、車でのお出かけも楽しい季節になりますよね。ドライブの計画を立てている方も多いかもしれませんね。私神奈川県内だとよく宮ヶ瀬湖にドライブに行きます。家族でね遊んでる方とかも結構ねドライブ来てる方もいらっしゃるので、皆さんもきっと知ってると思うんですけど、すごい大きな公園があって、その公園が本当気持ちいいよっていつも言われるんですけど、まあ湖の周りをぐるっと走って帰ってくるだけなので、ちょっとその公園に寄れてないのがね切ないんですけど、ただ景色はめちゃめちゃ綺麗です。湖と緑と空とね、すごくなんか爽やかな気分になるなと思うんですが、ぜひですね、まあ、こんな私に皆さん春のドライブスポット、神奈川県どこに行ってます？皆さんのおすすめのドライブスポット、ね、そしてドライブコースなんかも教えていただけたら嬉しいなと思います。ぜひよろしくお願いします。メールアドレスは tm@fmyokohama.co.jp、 ザモーターの頭文字 tm@fmyokohama.co.jp でお待ちしています。例えば三陸を縦断する国道45号線、急勾配と急カーブの峠道を弱音を吐かず粘り強く楽しめるか。道があればどこでも楽しい。ファントゥードライブアゲイン、トヨタです。追突事故を少しでも減らしたい、そこでホンダが軽に初めて標準搭載したエマージェンシーストップシグナル、急ブレーキを後ろの車に知らせる安全機能です。ニューネクスト日本乗り物、 K にさらなる安全を。 N1 ホンダ。あなたのカーナビ、渋滞がどこまで見えていますか？高速道路の情報を VIX の5倍の範囲でキャッチ、最速ルートを案内できる DSRC 標準装備、パナソニックのストラーナ。問題を先取りしスマートに回避する、これが大人のたしなみ。パナソニック最高グレードの低燃費性能、ブルーアース AE01F、 そして最高グレードのウェット性能、ブルーアースエース。愛車に最高の選択を、今なら最高グレードのユズのライブが当たる。詳しくはウェブで。さあ行こう、横浜タイヤ。The Motor WeeklyFM 横浜ザモーターウィークリー、藤本恵美里がお届けしています。先週ですよね、アメ車の注意点みたいな形でちょっとこうね私のお話させてもらったんですけど、その私の愛車のチェロキーね、そもそもの始まりなんですが、デザインに一目惚れして購入を決めたんですよ。あれはなんかビビビッときましたね。多分ですけど、女性って特にこうデザインとかカラーっていうのを重要視するような気がするんです。友達の話なんか聞いててもね、走りがどうこうっていうよりはやっぱデザインとかカラーって大事なんだなっていうのを感じるんですけど、まあ、そんなことを思いつつインターネットを眺めてましたら、女性が可愛いと思う車ランキングという記事を見つけました。マイナビウーバンという女性向けのサイトで発表されたものだったんですけど、それによりますと、第1位がダイハツのミラココア、これわかりますね、すごいわかります。で第2位がスズキのアルトラパンで、第3位がトヨタのパッソで、第4位がミニクーパー、第5位トヨタのビッツという順番だったんです。皆さんどうですかね、女性の皆さん。なんかこのランキング結果から、コロンとしているフォルムが女性に人気なのではというふうなコメントでね、締めくくられていたんですけど、そういえば私前から N1 かわいいって言ってますけど、あれもコロンとしてますよね。で以前ね、ザ・ビートルカブリオレに乗ってインプレッション、まあ私なりのインプレッションですけど書いた時に書いてありましたよ、私このコロンっていうセリフを。
まん丸なヘッドライトにコロンとしたデザインを見ていると抱きしめたくなるって、それはなんか改めてあっと思って読み直したんですけど、そうなんです、気づかないうちに私もそのコロンっていうのにまんまとやられてたんだなと思って、自分では意識してなかったけど、いやいや女性の私もコロンの車好きなんだなって思いました。でちょっとなんか友達の男の子に、いや女性はコロンっていうね、なんかフォルムが人気あるらしいよなんて話をしたら、そのコロンっていうのが具体的にどういうことなのか説明してくれって言われたんですけど、女性の可愛いっていうのは説明できないことが多いんです。なんか可愛いっていうので会話が成り立ちますから、そこはね難しかったんですけど、多分なんか今だったらハスラーとかもランクインしてくるんじゃないかなと思います。ちょっとね、なんか男性の皆さんはこのランキングってどう思うんだろうななんて感じました。The Motor Weekly. 藤本恵美里のウィークエンドチェッカー、今回はこんなお得な情報を見つけてきました。川崎、横浜で BMW 正規ディーラーを展開しているニコル BMW では、好評のニコルカーズ創立25周年記念キャンペーン第3弾を実施中です。キャンペーン期間中に BMW 6シリーズまたは7シリーズの購入で、関東近郊の5つの施設から好きな場所を選べる癒しの湯宿シリーズ宿泊券がプレゼントされます。また25周年にちなんで25万円分のオプションクーポン券や Z4 や3シリーズ M スポーツなどの 2.5 日間モニタートライアルが抽選で当たる嬉しい特典も盛りだくさんです。一部を除くほぼ全モデルが対象の 2.5% 低金利ローンも継続中です。さらに今なら1シリーズと3シリーズにお得な特別価格が設定されています。エクステリアをドレスアップした1シリーズ、3シリーズのデザインライン各モデルがスタンダードモデルと同じ価格で提供されます。どちらも20万円お得というスペシャルプライス、これは見逃せませんね。対象は3月31日登録完了分まで、詳しくはニコル BMW のホームページまたはショールームでチェックしてみてください。追突事故を少しでも減らしたい、そこでホンダが軽に初めて標準搭載したエマージェンシーストップシグナル、急ブレーキを後ろの車に知らせる安全機能です。ニューネクスト日本乗り物、軽にさらなる安全を。 N1 ホンダ。古来より人類は不思議な力に頼ってきた。見えた、100キロ先に大渋滞があるかもしれず、ないかもしれず。高速道路の渋滞案内はこれでは困ります。 VIX の5倍の範囲で情報をキャッチし、最速ルートが分かる DSRC 標準装備、パナソニックのストラーダ。パナソニック最高グレードの低燃費性能ブルーアース AE01F、 そして最高グレードのウェット性能ブルーアースエース。愛車に最高の選択を、今なら最高グレードのユズのライブが当たる。詳しくはウェブで。さあ行こう。横浜タイヤ。例えば三陸を縦断する国道45号線、急勾配と急カーブの峠道を弱音を吐かず粘り強く楽しめるか。道があればどこでも楽しい。ファントゥードライブアゲイン、トヨタです。ザモーターウィークリー。さてここからの時間はジャーナリストの石井正道さんをお迎えしています。先週に引き続き登場です。石井さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さっき私が、女性が可愛いと思う車ランキングなんてのを話したんですけど、これどうなんですかね、男性の石井さんから見たらこのランキングに入ってる車ってどんな感じなんですか。うん、僕が乗るとしたらミニクーパーしかないですね。あ、ミニクーパー、はい、似合いそうですね。でもね、そうですね、ミニって誰が乗っても似合う車なんですよ。僕ぐらいもいいですし、はいはい、若い子もいいし、おじいちゃんが乗っててもなんかいいでしょう。かっこいいですねそう、むしろかっこいい。確かに。他にねランクインしてて、はい、そのミラココアが1位だったんですけど、多分僕が乗ると似合わないっていうかはい、なんか変な狙いしてるみたいな感じになっちゃいそうなんで、はい、遠慮したいなと。
そうですね、いい車だと思いますけど、はい、でも石井さんがね、パステルカラーのミラココアとか乗ってたらね、うん、すごいなんか誰に借りてきたのみたいな、どうしたんだろうってちょっと思っちゃいますし、確かに確かに、ありがとうございます、はいはい、さあということで、うん、本題に行きますけれども、はい、今日はですね、石井さん、リバイバルコンパクトカーの魅力というテーマでお送りしたいなというふうに思ってます、はい、で私今紹介しながらなんですけど、うん、このリバイバルコンパクトカー、はい、そもそもこれってなんかカテゴリーなんですか、どんな感じなんですか。そうですね、ちゃんとした共通の呼び名とか定義とかないかもしれないですけれども、はい、過去にあった名車、これをもう一度復活させたような車ですね。 あったような名車をもう一度復活させた、はい、じゃあリバイバルさせたもの、はいはい、じゃあその古いこうレトロテイストを持ちつつの新車、そう中身は新型車、最新の車だという。あ、はい、なるほどなるほど。さっき言ったミニがそうですよね。あ、ミニって、はい、まず1950年代に生まれて、まあ、すごい長い間人に愛されてきて、うん、1回はなくなったんですけれども、まあ、BMW が、復活させたんですよ、はい、まあ、2001年2002年ぐらいに、はい、で、まあ、形は昔のミニっぽい、ミニ忠実に再現しているわけではなくて、昔のミニのテイストでデザインして、で中身は、最新のもの、はい、というような車ですね。あ、うん、その昔のミニのデザインで、はいはい、まあ、こう新しい車をデザインしてっていうのは、はい、うん、それはやっぱり何かこのデザインに魅力があるからなんですか。だと思いますね。もともとはですね、ミニも大衆車なんですよ、はい、いろんな人に乗ってもらいたいという車、まあ、当時はまだ車って高かったんで、ちっちゃくて安くて、でも中も結構広くてみたいな車で、作ったんですけれども、だから別にデザインを可愛くしようとか、うん、そういう意図は当時は多分なかったと思うんですね。あ、だけど、はい、まあ、1990年代後半、日本で古いミニ大人気だったんですけれども、はい、可愛いからでしたね。うん、はい、だからそのテイストは受け継いで、新型車を作るということですよね。うん、確かに、でも、はい、私もなんかこうドライブとかに行って、うん、あれはミニだったかな、はい、あ、ミニとそうだ、はい、ビートルの時だったんですけど、はいはいはい、うん、なんかね、みんなが、あ、うん、ミニだとか、そうですね、あ、ビートルだって言うんですよね、はい、あれ不思議で、私もすれ違ったら言っちゃうんですよね、うん、はいはい、あれはなんでなんだろうって思うけど、やっぱそのオリジナルのデザインとか、そうですね、なんか微笑ましいですよね。うん、で知名度も高いし、まあ、誰でも知ってる、結構お子様からお年寄りまでみんな知ってて、しかも、はい、多分ミニとかビートル乗ってるっていうと、この人いい人だろうなって思われるなんだか知んないけどキャラクターが出来上がるっていう不思議な魅力を持ってますよね。すごい、すごい、今だってもう乗ってる人も笑顔ですよ、はい、あ、なんかすいません、番組スタッフにもいるらしい、なんか悪い人いなさそうな気もしません。うん、ね、確かにね。でキャラが立ってるでしょ、ミニに乗ってる人みたいな。そう、でもちょっとね、やっぱね、はい、個性的な人が多いのかなって私はイメージにありましたけどね。なるほど、はい、なんか身近に悪い人がいるんですね。そうそう、はい、番組のスタッフが乗ってますからね。そう、一般の方は絶対いい方ばかりだと思いますけれども、はい、そうですね、すいません話戻しましたですけど、はい、でもそれだけこうなんかいろんな人にその愛されてる、うん、そうですね。でやっぱりそのキャラがすぐできるというのはですね、もともとの古い車たち、はい、ミニ、ビートル、あとフィアット500、チンクエチェントなんかもそうですけども、もともとの車がやっぱり偉大なんですよ。1950年代とかビートルだと1930年代ですね、この頃に、作られた車なんですけれど もう天才的なエンジニアをみんな作ってます。天才的なエンジニア、天才的なエンジニアが作ってるんですね、この3台、だから非常に長い間生産されて、はい、売られてきたんですね。天才的なエンジニアっていうのはすごく有名な方だったり、例えばで言うとビートルの場合はフェルディナント・ポルシェさんですよね。あ、ポルシェの生みの親でもある、もっと前に作ってるんですね。あ、そうなんですか、うん、はい、知らなかった。ビートルもオリジナルはリアエンジンで言って後ろにエンジンがあって、はい、今のポルシェ911もそうですよね。似てるんですけれども、あ、じゃあそういうこだわりを持って乗ってる人もいるんだ、はい、うん、きっと。いやいや、いますいます。そうなんですね、うん、まあ、そういうエンジニアリングが素晴らしいからやっぱり長い間作られて売られてきたんですよね、はい、ミニも50年以上50年ぐらいかな、うん、作られてますし、はい、
まあ、みんなそんな長い間作られたからキャラクターがやっぱ出来上がってる、認知度も高いってことですよね。わあ、なんかね、そのまあこのリバイバルコンパクトカーって、はい、じゃあ魅力はどこなんだろうなってなった時に、うんうん、私なんか、どうなんだろうな、なんか雰囲気かななんて思ってたところがあるんですけど、うん、はい、そこにはちゃんとした根拠ありますね。そうですね、まあ雰囲気もあるし、多分この3台に関してはですね、今の車を作る人たちも昔の車が大好きで、ああいうテイストをちゃんと現代的な形で出したいと思って作ってるんで、乗っても個性があって面白いんですよ。そっか、じゃあ普通の車とはちょっと違うっていうのもあったり、はい、ミニの場合はですね、ゴーカートハンドリングっていうんですけれども、はい、あのゴーカートのようにクイクイ曲がるっていうのが、はい、あのコンセプトですね。あ、一回私試乗させてもらいました、はいはい、びっくりしました。ちょっとキュンって曲がった。そう、はい、あれは忘れられないんですよね、はいはい、その刺激、あの昔のミニもね、結構ねクイクイ曲がって面白い車だったんですよ。あの大衆車なのにすごいラリーに出たりですね、はい、サーキットでレースやったりとか、実はスポーツカーとして あの資質も高かったんですね。あ、そうだったんですね、はい、なんかこう聞けば聞くほどやばいな、この魅力に今私がハマってきてるんですけど、うん、はい、でも確かにあの、ね、その昔の車のデザイン見て、はい、わーすごい可愛いな、うん、乗りたいけど乗れないんだよなって思ってる人たちが、はいはい、そのデザインをね、うん、こうなんていうんですか、まあ、復活させてくれて、ね、新しい車に乗れるっていうのはなんかすごい幸せかなって。そうですね、あの僕らとしても進めやすいですよ。あのや確かにあの昔の車可愛いし、はい、いいなと思うんですけれども、やっぱりそこを行くには多少苦労もあったりするかもしれないんで、まあ、それを誰にでも勧めるというわけにはいかないですよね。そうですよね、やっぱり多少壊れたりとか、まあ、メンテナンスもしなきゃいけないんで、はい、まあ、でもハマってる人は壊れたことさえ可愛いって言いますけどね。あ、はい、なんかそれもちょっと分かる気がしますけどね、はい、まあ、生き物みたいで可愛いみたいな。そうなんですよね、はい、機嫌が悪いみたいな、ね、そう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 、はい、さあそんな石井さんなんですけど、はい、そう、ね、ミニがそうモデルチェンジをして、はい、で石井さんなんか海外で試乗されてきたってさっき。そうなんですよ、ね、そのお話を聞きたかったです、はい、どんな感じなのかなと。あのですね、日本は結構雪が降ったりして寒かったらしいですけども、はい、結構ね大変な、プエルトリコっていうところで乗ってきたんで、すごい暖かかったです。わあ、なんかちょっと今すごい嬉しそうな感じが、はい、いいですね、はい、ただですね、プエルトリコって道がすっごい悪いんですよ。ガタガタなんです。でなんかね、路面に穴ぼこが開いてたりとかもするぐらい道が悪いんですよ。そこで試乗されたんですか、はい、そうなんですね。あの景色は素晴らしくいいんですけれどもね、はい、道はちょっと悪かったんです。でもそこで乗って今度のミニはですね、乗り心地がいいんですよ。乗り心地がいい、うん、そんな道でもあんな路面なのに、まあ、だから路面が悪いから余計心に残ったんですけれども、はい、非常にまずは乗り心地がいいなっていうのが、最初に思ったことですね。それはそういう路面でも走れちゃうよっていう、はい、そうですそうです。あのまずボディがすごくしっかりしてる、前の車も良かったんですけれども、さらに強化されてるということと、サスペンションが、まあ、スポーティーさ、ゴーカートハンドリングはあるんですけれども乗り心地も良くしてる、まあ、両方こう持ち上げてるっていう感じですね。あの私前にそのミニ乗った時に、はい、なんかね結構なんだろう、硬いでしょ。でポンポンするような乗り味だったでしょ。そうなんですよ。それはゴーカートハンドリングを目指すとちょっとそうなりがちだったんですね、はい、でもまあそのベースというかですね、基本的な部分を鍛え直して両方いけるようになったっていうことですね。あ、それなんかすごいですね、うん、はい、あ、期待しちゃうな。そうですね、うん、あとあのそれを助ける一つとして可変ダンパーっていうのがあるんですけども、はい、聞いたことあります？可変ダンパー、はい、どんな感じですか？あの可能性の可に変わるって書いて可変、はい、まあ、要はですね、サスペンションの硬さが状況に応じて変わるということですね。あ、だから可変だ、はいはい、ちょっと想像すれば感じ思いつきますね、はい、すいません、まあ、あの高級車中心に結構その技術は入ってるんですけれども、はい、まあ、D セグメント、例えば BMW 3シリーズとか、まあ、その辺は今もう結構常識になってきて、その下のゴルフクラスも
ちょこちょこ出始めたぐらいなんですけれども、はい、なんとまたその下の B セグのミニ、これが可変ダンパー採用したんですね。おお、それがじゃあついてるあると、はい、やっぱりそのなんて言うんでしょうね、レンジが広がるというか、柔らかい方向もいけるし硬い方向もいけるんで、乗り心地がいいのにスポーティーでもあるというのを実現しやすいんですね。いや乗ってみたいです、はい、本当に。ちなみにバリエーションは、はい、どんないろいろあるんですよね。そうですね、今までと基本的には同じです。同じミニの1クーパークーパー S、はい、でまあ、一応上にジョンクーパーワークスというのもありますけれども、とりあえずはまずはクーパーとクーパー S に今回乗ってきました。あ、クーパーとクーパー S、はいはいはい、ちなみに日本導入はいつ頃なんですか。はっきりと教えてくれなかったんですけれども、消費税が増税されるじゃないですか、はい、その前に出しちゃうとすぐ値段をほら色変えたりカタログすり直したりしなきゃいけないじゃないですか、多分それはないって言ってたんで、4月じゃないですかね。4月か、はい、もうすぐですね。そうですね、そう考えたらね、はい、いやじゃあちょっと私も、はい、そのね乗り心地と、そうあとね、エンジンもすごく進化してるんで、はい、でメカニズム的にも面白いところあるんで、これはあのマニアックな人、はい、いろいろこう研究して見てみると面白いと思います。なんとね3気筒のエンジンありますから、ね、はい、石井さん止まらないもうちょっとあの新型ミニだけでできます ね番組ね、はいはい、ということでまたぜひ石井さんいろいろ教えてください。はい、はいはい、2週にわたって登場いただきました石井正道さんでした。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。The Motor Weekly。藤本エミリがお届けしてきましたザ・モーターウィークリーで、なんか今日の話聞いてて思い出しましたけど、私は去年ザ・ビートルのカブリオレをね借りてドライブさせてもらって、すごかったんですよ。思い出に残ってるのが電動のこうルーフトップ、屋根がですね50キロ以下だったら走行中に開閉可能なんですね。でこれってオープンにしたい時って昔のね、まあ、おしゃれなカブリオレの車もたくさんあるんですけど、絶対止まって開けて雨降ってきた時なんか大変だったじゃないですか。止める場所探して閉めて、でもそういうのがないんですよね。でもやっぱりこのビートルっていうデザインを持ってるし、そういうのがこう魅力なのかなっていう風にね感じました。今日の収録オフショット写真などは番組サイト themotor.jp に掲載しています。ぜひチェックしてください。そして番組の Facebook もありまして、そちらは随時更新してますのでね。またポッドキャスト、こちらは放送後の翌月曜日にアップされますので、もろもろどうぞよろしくお願いいたします。そして皆さんからのメッセージもお待ちしてます。アドレスは tm@fmyokohama.co.jp、ザモーターの頭文字 tm@fmyokohama.co.jp です。それでは皆さん良い週末を。ザモーターウィークリー、お相手は藤本エミリでした。また来週。